こんにちは社外人事部長長の谷川充です、えー、と本日のご紹介したい本はこちらです、えー。換気出版から出ているワニ達也先生の「コンサルタントの経営数字の教科書」という本ですで。こちらの本はですね、まあ、コンサルタント向けの本ではあります、えー。ただまあ経営者の方にも読んでもらいたい一冊ですね。 でまあ、特に、事業コンサルトの担当の方はですね、えーまあ、その専門分野でその企業さんに入ることが多いかと思いますが、まあ、な業種によってはですねもちろん数字扱わない、えー、手続き業務的なところだけをですね関与するというのはありますけれども、まあ、やはり経営者としてはですね、まあ、人の問題かやっぱりお金の問題というのは非常に困っているので。 えー、まあ、人のこともそうですけどもお金のことにもですね、えー、関係、えー、できればまあ、コンサルタントとしてのそのフィーも上がることもできるし、まあ、当然そのフィーが上がるっていうことは、えー、その関わる関与先もですね満足度が上がるというところにはなります。でままああ私はに先生ののところにですね、まあ、3年半前から、あのー 塾とかに生かしていただいてまあ、当然自社の経営改善ですね自,自分のまあ会社の経営改善というところでのまあ数字を学んでいこうというところがありましたでその中でですねやはりコンサルティングをしていく中で関与先の部分ではまあ、こういった経営数字をまあ、経営者のこともそうですけどもまあ、社員さんにもですね人材育成という観点で関与することなどもですね増えてきております やはりまあ数字があの分かってくるとですねそのどうしても人知の世界ってこう漠然としている部分とか抽象的な部分は多いのでやはり結果的にどうなのかって数字をですねやはりこう示せるようにしていくっていうのは大事なことですよね。で、まあ、そういう部分ではやはりあの専門家資業コンサルタントの方にもですね、まあ、この本はおすすめですしこちらのですねワークショップを私の方でですね ワニタツヤさんの映像を使いながらワークショップ形式のセミナーをさせていただきます。それが5月の24日の木曜日,木曜日ですね5月24日の木曜日の13時半からの3時間半ですねそれと6月の2日土曜日の15時から18時半ですねこれも3時間半で横浜の館内で。 開催いたします、まあ、ぜひあのご,ご興味のある資料コンサルタントの方は是非、まあ、ご参加いただきたいなと思います。まあ、当日あの、えーまあ、参加費はかかりますけども、まあ、こちらの方の本もプレゼントをさせていただくということになっております。